皆さんこんにちは。おにぎりくんの日本語発音教室へようこそ。私は幸です。日本語の発音と口語の指導をしています。これから自動詞と他動詞をペアで勉強しましょう。自動詞は主語プラス自動詞の形、他動詞は主語プラス目的語何々をプラス他動詞の形で使うことが多いです。修飾語などが間に入ったり言葉が省略されたりすることもありますが、基本の構文はこのようになります。 N5 から N1 までに出てくる約400個の動詞をこのシリーズに収録しました。全部で17種類の規則があります。今日は規則5の自動詞何々れる、他動詞何々らすの形です。覚える動詞は10個のペアです。一緒に発音しながら覚えていきましょう。もし動詞を活用した時のアクセントがわからない方は、過去の動画を参考にしてくださいね。慣れる、慣れる。寒さに慣れていません、寒さに慣れていません。鳴らす、鳴らす。体を寒さに慣らします、体を寒さに慣らします。揺れる、揺れる。体が揺れている、体が揺れている。揺らす、揺らす。体を揺らしている、体を揺らしている。枯れる、枯れる。花が枯れた、花が枯れた。枯らす、枯らす。花を枯らした、花を枯らした。遅れる、遅れる。電車に遅れると大変です、電車に遅れると大変です。遅らす、遅らす。電車を遅らすと大変です、電車を遅らすと大変です。それる、それる。話がそれていますよ、話がそれていますよ。そらす、そらす。話をそらさないでください、話をそらさないでください。晴れる、晴れる。目が腫れています、目が腫れています。晴らす、晴らす。そんなに目を晴らしてどうしたの、そんなに目を晴らしてどうしたの。
晴れる、晴れる。明日は晴れるかな、明日は晴れるかな。晴らす、晴らす。疑いを晴らす、疑いを晴らす。濡れる、濡れる。服が雨に濡れた、服が雨に濡れた。濡らす、濡らす。雑巾を水で濡らした、雑巾を水で濡らした。漏れる、漏れる。秘密が漏れました、秘密が漏れました。漏らす、漏らす。秘密を漏らしましたか、秘密を漏らしましたか。荒れる、荒れる。部屋が荒れている、部屋が荒れている。荒らす、荒らす。部屋を荒らした、部屋を荒らした。本日のお話はここまでです。もしこの動画が面白いと思った方は、ぜひいいねボタンを押して教えてくださいね。そしてもっと勉強がしたい方は、おにぎりくんのサイトもご覧ください。日本語の発音と会話練習用のアプリもダウンロードできます。また個別指導をご希望の方は、そちらからお問い合わせくださいね。これからも一緒に頑張りましょう。